さんこんにちは、ゆめみんです。今日はですね、実は多分これね、前日の夜に撮ってる、明日あげる予定なんですけど、どうぞ。ね、また今年もかかってしまいました。胃腸炎でございます。もう本当にね、本当に辛かったの。あのね、月曜日がマックスに辛くて、今週のことの経緯をねお話しします。やっぱさ、やってくるよね、この時期。保育園とかに行ってると、保育園が悪いとかじゃなくて、もう仕方ないことかなっては思ってるんですけど、まあね、毎年やるもんだってご先輩パパママさんから言われてたので、まあある程度覚悟してたんですけど、まず今週トークがね、金曜日の夜にちょっともうその気配が来てしまって、その後に土曜日の夜に板がブルブルブルってなっちゃって、あともう本当にどうしようって思っちゃったんですけど、結構ね動画編集してるのもね毎回ギリギリなんですけど、あのね、だからね、月曜日の動画をね見てもらった方ちょっとお察しだったかもしれないですけど、月曜日の動画はねそこで編集していない動画で短い動画だったと思うんですけど、月曜日が一番辛い時期だったんですよ。ゴリラがいた。金曜日の夜来て、まあ、土曜日の夜来て、で、まあ、日曜日の夜も、まあ、若干症状が2人ともあったので、でも今回で熱は相当上がったわけではなかったんですけど、で次の日の月曜日も、まあ、ちょっとお休みをしました、保育園で。でもその頃にはね、2人は意外とケロッとしてて、どちらかというと月曜日に私が来ました。私に移ってしまったんですよ。やっぱね、一緒にね気をつけようとしてたって、かわいいじゃん、もうかかっちゃうんだなっていうことを思ったんですけど、パパはね一緒に寝なかったんですよね。パパはリビングでなんかいつの間にかヨギボーで寝てたとか言われて、なにだから、よりねパパがいない分、この子たちはねママに寄り添って寝るんですよ。だからね、そう、ここに決めたいと思います。うち添い寝式なんですけど、添い寝を今年卒業したい。どうですか、どうぞ。卒業しましょう。ね、すぐ近くでね、やっぱり寝るっていうことが慣れちゃってて、嫌でもさ同じ空気を吸ってしまうし、嫌でも顔近づけてくるじゃないですか。でも悪気があるわけじゃないの、もうよく分かってるし、ママとひっつきたいから来てくれるのも可愛くてね、いいんだけど、まあ、病気の時はね気をつけなきゃダメだなって思いました。私は月曜日に発症して、次の日にね病院に行って、子供が胃腸炎になって、多分私胃腸炎だと思うんですけどっていう風に言ったら、病院のさベッドみたいなところにこう寝かされて、先生が、じゃあ行きますね、出ましたか、ここ痛いですか、しっかりお腹押されて、めっちゃお腹押されて痛いですって言って、あ、胃腸炎ですねって言われて、整腸剤だったりとかいろいろもらいました。うわー、で熱もね、38度8分まで来たのかな、来てないのけど3日間猫見ました。私は辛かったよ、辛かったよ。治す方法としては絶食なので、1日は絶食して、絶食してる間は OSR を飲むっていう感じで、次の日は少しずつおじやとかうどんとかからこう食べ始めて、もう量もね子供より少ない量で食べて、少しずつ少しずつこう慣らしてって、やっと今元に戻ってきたかなっていう感じです。仕事とかも本当できなくてね、もうパパにちょっと迷惑かけちゃったんですけど、パパはなってません、奇跡だと思います。一緒に寝ないってのは一番大事だ、一緒に寝てないって胃腸炎の季節は、ね、夫婦で一緒に寝ちゃダメ。いや本当そうだね、やばい思いしてる。ママとパパがダウンしたら終わるから。本当にさ、今すごく胃腸炎が流行っているみたいなので、皆さんも本当に気をつけてください。もう私のようにならないように。胃腸炎って一番タッチ悪いのがさ、鼻もないし咳もないし、風邪とかじゃないからさあんまりさそういう症状ないんだけど、とにかく熱と気気と下からもううまいもんつけるみたいな、ほんとやっぱ辛くて、でさ、イータとトークもさやっぱこうキラキラしちゃう時にやっぱかかっちゃったものは洗わなくちゃいけないとか、やっぱそれがねすごく大変だなって匂いもそうだしさ、そこにかかったものをそこに置いておけない
洗濯機も何回も回さなきゃいけないし、でもさ乾かない時期から。本当に気をつけてっていうことを私は伝えたい。ただ二人はカオス。いやでもね、ちょっと強くなったなと思うんだよね。あの一昨年とかよりかは強くなったなって思うんだよね。あ、もうこうなったらこうしよう、こうしようってこうはっきり分けて、もう寝るとか。そういうのをね、皆さん大切に考えて頑張っていきましょう。ちょっとね、この先もね、ちょっと撮影あまりできてないので、もしかしたらお休みいただくこともあるかもしれないんですけど、私たちはね、イータトー君が泣いてる様子とか、あとは病気してる時の様子とかはあまり映したくないと思ってて、やっぱりこう楽しい気持ちになってもらいたいって、楽しいことを記録にしていきたいと思ってやってるので、ご視聴者の皆さんも楽しい気持ちでこう動画を見てくれるのがいいなって思ってるから、もう治った後のね、今2人がワーキャワーキャしてるから、もう2人は元気だよっていう状態なんですけど、こういうことがあったっていうことは伝えたいなって思ったし、大変だったので皆さんにも共有して、皆さんの今年のエピソードを教えていただければなと思います。今さ、そもそもコロナも増えてきてて、マンボウ出てるから、イータトー君の誕生日もさ、その期間に入っちゃうので、特にあ考えてはなかったんですけど、なんかどっか行けたらいいなって思ってたけど、やっぱそれもね、中止になっちゃうので、もう行ける時が少なくなってる状態なので、元気になったからもう楽しい動画を作れるようにしていきたいと思います。いつも応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます。これどうやって、ガヤガヤうるさかったと思うんですけれども、今日はこんな動画にさせてもらいます。明日は明日ですごく大切なお知らせ動画なので、そちらも見ていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、みんなも気をつけてね。気をつけてね。